お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけれど、今日はね、こちら、もう、超高回転の 2.6 バレルデッキをね、はい、使っていこうかなと思います。で、こちらなんですけど、僕がね、考えました、オリジナル激強デッキですね。これ、バレルとかが普通にウッドとかで処理されて、通らないと思われるんですけど、回転がやっぱね、正義ってわけで、2周目、3周目がね、相手は止められないっていうわけで、こう、どんどんね、もう高回転でもう回していきます。なんで、まあ意外とね、大変なんですけど、めっちゃ強いです。海外のプレイヤーがですね、こう、12勝、もう僕の12勝を見て、海外のプレイヤーが12勝もね、真似してやってたぐらい、今ね、こう、ウイルスかっていうぐらいね、流行りになってね、今流行ってきているんで、今日これでね、やっていきたいと思います。というわけで、いきますか。マルチはさすがにね、勝てないんだよ。何俺のデッキを自分のものにしとるねん。本当に。ちょっと、僕一人暮らしなのに誰かいるんですけど、怖っ。不法侵入で訴えたい。誰かいるじゃねえだろ。記憶喪失か、本当に。というわけで、誰ですか？私はね、マイドリー。いらっしゃいね。お尻終わらせない。受け入れる方だから俺。いらっしゃいだから。うんはい、惜しいね、惜しいね。もう真逆やけどな。はい。よし。いや、一人です。なんかね、勝手に僕ん家来たんすね。呼んでもないのに。さあ、なんかいきなり人のデッキを、あたかも自分のですみたいな感じで紹介し始めるから。あ、でもさっきまで言ったことは決して僕は嘘ついてません。今言ってるのは焼き鳥が嘘です。いやいやいや、むちゃくちゃ言うな、おい。いや、本当に。ああ。え、やば。これマジでおしゃれやな。まあね、このデッキはね、ほんと、ミニペマスケのね、使い方次第なんで、ほんとに。もうそれができるかどうかっすね。え、何そんな上から言われないといけないの俺。俺が楽しくくららってるのに、なんか、使い方次第だね、みたいな、こう。えなに審査されてんの俺今、焼き鳥に。えいや、やっぱ俺は、もうアドバイスよ。もうこのデッキの、先祖だよ、俺も。ん自分で何言ってるかよく分かんなくなってきたあ、ちなみに今朝5時なんでお互い頭回ってないですはい、お互い頭が寝てるな寝てはないけどね。でクラロできるもん今、うん、いやこれね俺ミニペが強いんですよ。で、うん、このバレルによってミニペが刺さる。いやもうねこういう使い方をね、できるかどうかに変わってきます。まあ言っちゃうと運なんですけどね今のはでここでこうどんどん回転早めて行くよーって見せかけて行かない。行かないですね。はい、焼き鳥の性格みたいな感じですね。でも今ミニペ行っても遅いやこれね刺さるんですよ。これゴレが出るタイミングで狙ったんですよね。狙ったんか。なのに今遅いみたいな。いや俺には俺の考え方あるしみたいなねこう思うんですけど、焼き鳥すぐこうそういうこと言ってくるんですね。でこれウッドからのファイバーをかめつつね、ジークアーチャーさんがここに来ますかっこよくなってるよ、もうちょっと。ジークはちょっと。やっぱね、こう、どんなユニットも進化ってするじゃないですか。進化しちゃってんの。ジークアーチャーさん。聞いたことね。いや、ここのアイゴレで釣りつつ、いや、これですよ。これね、からの、いい夢だ。これバレルキングでしたね。ちょっとしっくりましたけど、男は黙ってキング。いきます。いけ。キングおったら焼き鳥が240万くれる。高い。しゃあねえな。200万で許してるか。何にしても俺200万はマイナスなの。闇すぎるやろ。まあね、まあさすが。僕結構デッキこういろんな作るじゃないですか。なんで今回もこう作ったんですけどやっぱこうまだ言うかね強いですねこのデッキは。しかも ISP バレルが刺さっていく。この初手のねロッコスバレルえロッコス ISP バレルか。ロッコスすんの ISP バレル違うロッコスで投げるってことだよ。ロッコスもでもクラロー変わって今もうロッコスじゃないよ。そうなの。あそういえばそっか早くなったんだ。やばクラロー知らないのになんかそんな毎日 YouTube 出してんの。謝ったら視聴者さんにだよねなんで僕こんな性格が悪くないですから。ごめんおい俺は悪者にしようとそりゃそうな感じするんじゃない。ここ一回ですねミニペをこう守るだけじゃなくこの後の攻めにも使いたいんで、軽く HP が残るんですね。で、ここにアイフローズ、これ大事ですね。このミニペをスルーするんじゃなくて、ここにつけることによって、相手はね、このミニペも入りますし、バレルも入ると。いいアイゴレ、今のは。なんで審査されてんのだろう。70点あげちゃう。いやー、そんなよくねえ。で、これミニペッカ使うのめんどくさい、めんどくさいじゃない。おい、ミニペッカ使うのめんどくさがんねえよ。いてー。まあまあまあ。あれで、ジャイっすね。今のはもうミニペで受けちゃっていいなんなら。いや、やっぱ人それぞれ考え方があるんで、こう、なんか、そう言われるのはね、僕としては辛いですね。僕は、なぜ受けなかったっていうか、と言いますと、こう、やっぱ次のね、相手の攻めの展開に対応できないと思ったんで、今使わなかったんですけど、そこをこう僕の考えがあるのに、それを聞かずに、なんか今、その、そっちの方が良かったね、みたいなこと言われると、僕も辛いですから、人間なんで、こう見えて。こう見えて。やばい。いや、バカに。いやいや今。自分でした、自分で。いいよ。今、バカにされましたね。こう見えてとか言ってるこいつ、どっからどう見ても人間じゃねえだろって焼き鳥の中でなってるんですよ。え、で、だよね。それはもう、被害妄想、被害妄想。で、ここで延命していくんですね。手追いついてる？ほら。ああ。あ。でも、ああ氷の国へバイバイ。でここ馬場が回んないんですよね相手で、しかもウッドをこの人持ってないんですよ実は。なんでお疲れちゃんグッドゲームですね。うんうんうん。でエレキを処理できたらもう立派。全然グッドゲームではなかったけどこれからだったね。これファイアボックスそうなんで、この端っこ目にねポイズンだったわ。頭回ってないんで。いやでここで行くように見えるじゃないですか。一回我慢なんですよ、ね。ああ、そうなんだ。で、ここ行きますね。はい。ISP バレルがやっぱ強いですね。ちょっと怖いですね。マスケぐらいなら割いてもいいかな。で、こっち一応逆サイ怖いんで、こっちのマスケで、こう、次のここのね、防衛つなげていきます。で、アイゴレでダックプレイ警戒で、ウッドも転がしつつ、あれジャイアンそっちに来た。ああ、こう回転慣れてない。え、今僕バカにされた？一生懸命食られてる人、いやマジで気悪っ本当に。あ、出た気悪っ。やばい、こんなこと言ったら怒られちゃう。やばいやばい。急ぎ急ぎ急ぎ。カッパーズ打ってこい。急ぎ急ぎ急ぎ。エレキ来る。いいええ、やっちゃえよ。きたー、うんまっ、今の見た、うん、うんまっ、ファイヤーボール見た、焼きデッキがいいわ。これ誰だろ作ったのマジで。僕でーす。いやいや俺だって俺だってスカオラの流れだって、俺の言うこと視聴者さん信じてくれるもん。いやいやもうそのデッキもプロになる前から俺使ってるから、ほんともう2年前ぐらいよそのデッキ俺作ったの。いや俺3年前だから笑った、負けててくさゴブリンなんでオールブレイカーの可能性とメガナイトの可能性があります。まあとりあえず様子見。あ、インドラゴブリンはちょっと珍しいんですけど、まあとりあえず飛ばしますね。まず分かんないんで、で多分基本的にトルネはないと思います。で ISP とマスケットで完封できます。マスケが速ければマスケだけでも対応できるんですけど、ちょっと怖かったので一応 ISP やってきますね。でこのインディ・ジョーンズ、あ、ライキさん出てきたインディ・ジョーンズ多分僕のチャンネルよく出てくると思うんですね。こう釣りつつ処理しますね。おしゃれおしゃれで、なんか多い小物系来たら逆サイプイって出したいですね。ああ、これでもなんかサイでいい気もするね。なんならアイゴレマスケ行ってもよかった。アイゴレメガでもよかったね。アイゴレマスケ、アイゴレミニペかアイゴレメガゴもおかしいしなマジでさ、それ何も考えずにさ発言するのはよくないんだよね。ラット間違えてたで今さ相手バルーンだったんで、バルーンってファイボだけで完封できるんですよ単体だったら。でまあ ISP もあるんで、なんかもし相手がまだザップとか出てないんですけど、ザップとか出てくるようだったらファイボからのこうザップで一発ねじり捨ててこうとしたところをISP で止めるみたいな、ね。でここは回ってないんで、こう適当にアイゴレスケでしてもらいます。で一応ちょっと怖いんで ISP ぐらいでね、こうアイゴレスケすることによってこのアイゴレは無視されるんですけど、アーチャーを引き出すと。でこれね、もう、おいち。で、これミニペッカを残すためにアイゴレで蓋してから、ちょっとね、ジャイは入っちゃうかもしれないんですけど、このアイゴレでアーチを処理しつつ、で、インディ・ジョーンズが多分、またラキさん出てきた。来るんですよね。なんで、ISP も添えて、あげると、このミニペッカの棒を描いては、はい、ドシン。女の子。かわいそう、マジで。焼き鳥かよ。すぐ女性盾にする。いや、やばすぎやろ。やりすぎない印象操作。いや、もうこういうことなんですよ。これでいっちゃうんです。で、これをまあマスケとね。このね、速攻の回転で、ね。こう、アイゴレマスケミニペっていうのが、こう、攻めの形になるんですよね。こう言ったら単体だけの、こう、まあ、ただの防衛カードどもじゃないですか。焼き鳥からしたら。どもとか言うね。俺以上にミニペアイゴレマスケ愛してるんですけど、このアイゴレミニペマスケっていうのがこう言っちゃう最強の攻めで、範囲来たのをウッドでこうねボコボコにしていくタイプね。よしっていうわけで、いやちょっと待って、完璧考えた人天才だな、多分。俺だな。いや俺だって、だから俺だって違うじゃん、自分で言っちゃったら意味ないじゃん。普通に俺のこと褒めてくれるじゃん、今日ありがとね。いや、というわけで、こうマジで結構買ってるんです。しかも今メガナイトが流行ってたりとか、まあ、あとはトロ5000とかだと、まあ、エリババとかはいたら受けも優秀ですし、こうバルキリーとか、だからネクロ系とかもね、ウッドとかで5ウッドで処理できるんで、しかも遠距離マスケから打ちながら、なんかアイゴレ立て取ったりとかも、こうウィザードとかもネクロにも優秀なんで、結構ね、おすすめしますね。はい。はい、私からもおすすめします。はい。まあこれね、僕が作ったんですけど、よければね、僕が作ったんですけど、使ってください。で、今回、僕のデッキを盗み取った、焼き鳥のチャンネルリンクも一応概要欄貼っておくんで、しばすけら職人って言われてます。やめとけ、やめとけ。で、よければね、こう、焼き鳥のね、動画も、チャンネル登録と見ていってください。というわけで、まあ最近生放送と毎日とか頑張ってますんで、よければ、そちらの方、チェックお願いします。では、バイチャモ。